皆さん、こんにちは。私はフルートでたくさんの人を幸せにしたい、永田雅代フルート教室の永田雅代です。今日は自宅の教室より皆さんに質問をお届けいたします。では質問です。皆さんはフルート族の特殊感、どんな楽器が演奏できますか、という質問です。特殊感と言いますと、このようなピッコロからこのようなバスフルートまで、いろんなね、フルートのにはたくさんの仲間がいます。私も時々特殊感を演奏するんですけども、やっぱりどちらかというとバスフルートとかアルトフルートのような低音の出るフルートの方が好きです。皆さんはどんな特殊感が演奏できますか？よかったら動画の回答欄にコメントをお願いいたします。ではまた明日。